エボンの賜物、エボンの教えに従う人ならこんな言い方をしたんだろうな。みんな一緒だし無事だった。先のことを考えると頭痛かったけどさ。ここ湖の氷の下よね。ほらあれ、マカラニャ寺院の底よ。ずいぶん落ちたわね。さてどうしたものかな。あんたってさ、とりあえずやってから考えるって感じだよな。いい歳なんだし、みんな頼りにしてるんだしさ。説教か。そういうわけじゃないっす、感想っす。他人に頼るなとまでは言わんが、頼って当然、守られて当然とは思う。そんな人間にはなるなよ。説教っすか。助言だ。